皆さんこんにちは、 MBA ラウンジの川尻です。私は今静岡県の山奥にありますね、こんなね山奥の大井川鉄道の千頭駅というところに来ていますね。大井川鉄道はあることが非常に有名なんですね。それは何かというとですね、こんな感じ、はい、機関車トーマス、はい、機関車トーマスで非常に有名なんですね。まあ、要するにですね、大井川鉄道はまさにね、この機関車トーマスが運行している鉄道ということで、全国からいろんな人がこう観光で訪れている場所ということです。そんなね、大井川鉄道がやっぱね成功している理由の一つとして、この機関車トーマスとのコラボブランディング力を借りると、まさにねそのことかなと思います。そんな形でね、いろんな人がだから世界中、まあ、日本中から訪れている。で、私も今ここに来ているというようなお話なんですね。で、まあ、MBA の受験に関してお話をすると、やはりね、一つ言えると思うことが、こういったブランディングっていうようなお話ですね。まあ、要するに自分のキャリアをこれからね形成していくに、あたって MBA のそのビジネススクールのブランドを最大限利用するということができるということですね。特に有名校であれば、もうそれだけでね、どこどこ卒業とか、どこどこ在籍とか、まあそれだけで、まあ箔がつくし、周りから、あ、この人は、まあ実力があるというふうに、まあ見られがちということですね。だから、やっぱりね、ビジネススクールの MBA の、一つのメリットっていうのは、そういったビジネススクールのブランドを借りることができると。ね、大井川鉄道が、機関車トーマスのブランドを借りているようにね、やっぱりそういうところがね、一つメリットの一つですよね。はい、とは言ってもね、もちろん自分の実力ね、ビジネス力、まあそういったところが重要なのは言うまでもないんですけれども、やはりね一つかなと思います。で、必ずしもねトップスクールである必要はなくて、やっぱりね、自分のフィットするところというところをね、ビジネススクールとしてしっかりと選んでいくことが重要ということで、もしそこのブランド力が弱いなと感じるのであればですね、やはりビジネススクールと一緒にそのブランドをね、高めていきましょうということが重要かなと思いますね。自分が卒業生として活躍していくことで、そのビジネススクールの価値がまあね、長期的に見れば上がっていくわけですよね。そういうところまで意識して、もう何もかもね、ブランド力を借りるということじゃなくて、ビジネススクールと一緒にブランドを築いていきましょうと、そういうね、姿勢がね非常に重要かなと思います。ビジネススクールのアドミンもね、やはりそういうことを考えた上で、受験生の合格者というのはやっぱ選定してますよね。やはりね、一緒にねギブアンドテイクでこのクラスに貢献してもらって、将来、ブランド価値を高めてくれる、一緒に、構築してくれる、そういう意欲がある受験生っていうのをやっぱビジネススクールも求めているんですよね。だからこそ MBA のね出願のエッセイとかインタビューでも、コントリビューションということ、あなたはどんな貢献ができますかとかね、あなたはどういうタイプの受験生じゃなくて、どういうタイプの卒業生になるんですかっていうところも非常にね、コモンクエスチョンの一つですよね。だからそういったところをね意識して、これから MBA を考える人はですね、自分のキャリアの構築というところで、ビジネススクールと一緒にブランドを作り上げていくんだと、そういう姿勢を見せることが、これから MBA 受験をやる上で、ね、アドミン対策として重要なのかなというふうに思います。はい。ということでね、本日はこの静岡県の山の中のね、ある大井川鉄道、ね、からお伝えしました。以上です。ありがとうございました。頑張り屋の機関車なんだ。みんなにたくさん楽しんでもらえるように、トーマスと私で。